畑をねやってればさ、先輩的な農家さんって家庭菜園のおじいちゃんおばあちゃんたちからよく言われるのはさ、草を生やすなってさ、草が生えて大変だぞと、そのね草稲わらロールとかさ入れるとさ、稲わらつが刈り草のロールを入れるとさ草生えて大変だぞとかさ、草を生やすなとかなんとか言われるんだけれども、まずそういう話聞くともうあぎできてるこっちはね、しょっちゅう言われてるから、なんていうか言い返しても理解できないの、その人たちはね。俺から言わせれば、野菜だって草じゃんって。ね。草が生えない畑に、野菜、草である野菜が生えるわけねえだろっていうのが、俺ら、やっぱ有機農業とかやり続けてきた人たちの長年の経験で覚えてるのさ。草が生えない土に野菜が育つかと。ね。そういうことよ。ね。野菜だって、その辺に生えてるものから選抜して品種改良して、で今の美味しい かぼちゃでもじゃがいもでもぶどうでも、何でもできたのさ。最初は野生種なのさ、みんな。それを品種改良していったのね。でその中でもうやっぱ品種改良していくうちに、相当いい土じゃないとできないような、上位の草になってしまったっていう状況なのね。だから肥料入れたり何したりで手間がかかるんだけれども、で畑で草を生やしてると、だんだんね、草ってものは、種類が変わってくるのさ。最初は厄介なや、ヨモギとか、あとなんだろうな、ま、いろいろ、パッと出てこないけど、草が生えてくるんだけども、だんだんそれが箱辺に変わって、ツユ草とか、そういうものに変わってくるんだけども、そういう風なレベルの土になってくると、本当にね、同じ畑の中でも、ここではツユ草とか箱辺生えるんだけども、すぐ隣のここには生え、なんぼやっても生えねえとかさ、ま、後になれば生えてくるんだけども、そういう風な、ね、土ができてくると、生えてくる草が変わってくるの。で、そういうレベル、ツユ草とか箱辺が生えてくるレベルになってくると、野菜も育つようになってくるのね。で、そういう状況を目指すために、まあ、要は考える、地づくりを考えるときに考える3要素が、まあ、物理性と化学性と、生物性っていうのがあるのね。で、自然農法、有機農法で、やっぱ俺は一番、まあ、俺のね、中で一番重視すべきものっていうのは、生物性だと思うの。生き物なのね。生き物がどれだけ、そこに密度が、生き物の生息密度って言えばいいのかな。そこにどれだけの生き物がいるかっていうことが、俺は大事だと思うの。でそのための第一歩として、まあ、生態系のピラミッドを思い浮かべてほしいんだけども、ね、これ食べるこの天敵のね、まあ、カマキリとかでいいや。で、この辺イモムシとかなんかいますと。その底辺を支えるのは何かっていうと、草なわけさ。ね、だから草が生えてない畑には、俺は、いいものは作るのは難しい。自然農法、有機農法でやる場合はね、化学肥料を使って、で、まあ、除草剤使って草がない状態にして、で、化学肥料で補いながらやるんだったらできるんだけども、俺らみたいに有機農法っていうので化学肥料使わない、農薬使わないでやっていくんだったら、草を生かして、やっていく、土を作っていく。で、それで足りないところを、まあ、例えばね、窒素なら菜種油かす、リン酸を米ぬか、で、リン酸カリ、カリウム、カリは、草木灰。草とか木とか燃やした灰とかをで補って、足りないとこはそれで補って、足りないとこを補うだけだよ。それで作ろうってことじゃなくて、でやっていくの。基本は生態系のピラミッドの底辺の草を育てて、そこでその草を食べる、まあ、害虫はまず来るわけだ、ね、草食の虫が来るわけだ。でその草食の虫が増えてくると益虫が出てくる、カマキリとかね、そういうのが出てくる、七星テントウとかね、そういうピラミッドを作る。それをだんだんと密度を上げていって大きいピラミッドにしていくっていうことで、底辺の草を生やして、もしくは買ってきた草を堆肥化して入れたりっていうのをやってるのね。草を生やすことのメリット、堆肥を入れるのでいいじゃんって思うかもしれないけども、草を生やすことのメリットっていうのが、根を張るじゃん。その根の周りに根茎微生物っていう生き物がいっぱい集まってくるので、それでまた生態系のピラミッドがでかくなっていくのね。それを狙って俺は草は邪魔にならない分は生やしといてもいいと、買っておくと。でこっち今、まあ、かぼちゃ何回も出してるかぼちゃの畑なんだけれどもね、鶴がある大丈夫だな、うん、ここも草が生やしてあるっていうのは、その根茎微生物の密度を増やそうっていうことで、で邪魔になる分は刈り払い機で買って、で敷き草にしましょうっていう感じでやったのね。そういう狙いがあってやってるということなのね。ちょっと俺の顔が見切れてるからあげるけれども、まあそういう風な狙いでやってるの。で、またね、草をなくしていく。俺の、まあ、去年、去年去年
去年かおととしか、わからなかったけど、家でね、5年間も認知中度の認知症で介護してたおじいちゃん亡くなったんだけど、俺のじいちゃんね、亡くなったんだけども、まで、な人で、まで、ってのは丁寧な人で、うちの家庭菜園、庭の菜園ね、釜持って一個一個草を根ごと取ってってたの。で、草も何もない庭にしてたの。ね。で、土ぼこりは舞うし。で、その時は、雨が降ると水たまりができて、2、3日、3日、1週間ぐらい、5日ぐらい、わかんないけど、まあ1週間、長ければ1週間で、水たまりが解消されないっていう土地だったの。宅地の上に黒土を客土した家庭菜園だったんだけど、俺はそれね、今まで話したことからいくと土作りにとって良くないと。で、やめて、俺がやってからは、仮払い機で買って、ね、伸びてきたら買って、伸びてきたら買って、で、それを、まあ、うねまに敷いてって感じで、買って土に戻す、買って土に戻すをやってったら、水たまりできなくなりました。大雨、1時間に30ミリ降る大雨をこの間降ったんだけども、それでも水たまりはできませんでした。うちの家庭菜園では。で、これ何かっていうと、根を張ることによって、排水性が良くなったの。ね、根っこが伸びるじゃん。で、その草が枯れるじゃん。で、その根っこも枯れると。でもその穴は残る。そこを通って染みていく。その通り道をまた生き物が通る。これまたほら、生物性があるじゃん。で、穴が入るから空気も入る、水も通る。これ物理性改善になるのさ。っていうことで、物理性を改善するにも、この草は使えるの。草をどんどんなくして減らしていけば、まあ、見た目綺麗になるよ。まあ、見た目、やっぱり草いっぱい生えてると汚く見えるかもしれないけれども、綺麗になっていくけれども、だんだん土の粒子が細かくなって、粒子が細かくなれば、だんだん緻密になる。水が抜けていかない。空気が入らない。で、物理性が悪くなっていくっていうことで、生物性も下がっていくっていうことがあるのね。だから俺は草は敵にせず生やしてるっていうこと。物理性の改善にもなると。ね。で、生物性を上げると物理性の改善になる。そして、ここが重要なんだけども、その酸素が入る、生き物が通る、生き物が食べるじゃん。食って食われての関係で、で、菌類も増えてくる。糸状菌とか、糸状菌とか一番わかりやすいんだけども、彼らって窒素が多いのよ、体の中に。それがお亡くなりになって、分解されて窒素が出てくると。まあ、菌ちゃんの方とか、炭素循環の方とか、その辺に近くなってくるんだけども、ね、その草が生えて草の炭素分が多いから、炭素が多いと糸状菌が増える。その糸状菌がお亡くなりになった時に、その、窒素分が出てくる、要は肥料分が出てくるって、これで、これによって化学性も向上してくると。なかなかね、時間かかるけれども、時間はかかるよ、これはね。だからかかるから、その、到達するまでの間に、菜種油かすと、米ぬかと、草木灰で、窒素リン酸カリを補ってあげながらやっていく。っていうことは、この草を生やすってことによって、生態系のピラミッド、三角形のね、最初喋った、あれが担保されてくると、生物性ができてきました。まずできてきました。草を生やしました。生き物が詰まってきましたって言って、根っこが伸びて物理性が改善されました。生き物が歩きました。物理性が改善されました。そして、生きて死んで、食って食われてを繰り返すことで、だんだんと、最後に遅く後からついてくるんだけど、何年かかかるんだけども、化学性も改善されました。栄養的な面でも改善されましたっていう流れでいくのね。だからそのスタート地点が草なのさ。だから俺はそれをね、今までよく喋ってきたんだけども、そういうふうにやっぱ草生やすなっていう人にこう説明しても、やっぱり理解されにくいのさ。残念だけどもね。だけども、だから、あまり喋んないようになったの。ね、だけども、こういうふうにチャンネル登録してくれてる皆さんは、興味持ってくれて聞いてくれると思うんで、ここではお話ししようかなって思ってます。定期的にね、こういう話していこうと思うけれども、リアルの方ではあまり時間取られてても俺も仕事もあんないとかあるし、動画撮ってお話しして分かってくれる人を通してその人の輪で広がっていった方がずっと俺もいいし、ね、分かってくれない人に話す時間ももう年取ってきてなかなかなくなってきて忙しくなってきてね、なくなってきたんで、これをお話ししてると。まあ、とりあえずもうまあ長くなったからまとめに入るけども、草を生やすっていうことは、生き物を増やす、生き物を増やしてね、その生態系のピラミッドがでかくなってくると、ね、根っこを伸ばしたりして空気も水も通ると、水はけも良くなる、空気も通る、生き物がそこを通る、で物理性が改善されてね、生物性を上げれば物理性が改善されて、そこからさらにまた数年かかるけれども、だんだん化学性が担保されてきて、でゆくゆくは肥料を使わなくてもできるような畑に近づいてくると。俺の家庭菜園も庭もね、結構良くなってきたよ。
まだまだやっぱナスはちょっとね、菜種油かすとかそういう補助は必要だけども、で途中はそういう菜種油かすとか米ぬか、草木灰、こういうもので補いながら補助しながらやっていくと、まあ、栄養補助食品みたいな感じで、基本の主食は草とか生き物で確保して、あとは光合成して、それで確保して担保しながらやっていく、これが俺の中での有機農法、自然農法、自然栽培、炭素循環農法、金ちゃん農法っていうのを俺が理解した感じのあり方だから、俺は草を生やすし、ね、草が邪魔なら枯ればいいと、でどうしようで、どうしようっていうか、どうしようもないっていうか、なったら一輪管理機で走ってちょっと除草したりとか、そのくらいでいいじゃないかと。全く生えない畑は俺は農産休で、そこには全然化学性、ね、土の中の化学性は化学だけども、俺が言う化学っていうのは農技編の化学で、生態系、生き物とか、ね、その天気とか全部含めて、ね、窒素リン酸カリの化学だけじゃなくて、そういう全部を含めて、もっと言うと社会性だよね。この畑の中にいろんな生き物がいます。俺もいます。カボチャもいます。ね、もう少々飛んでるの映ってたと思うけれども、彼らもいます。害虫もいます。益虫もいます。天敵もいます。動物も来ます、ね。そういうことの関わり合い、つながり合い、社会性だよね。その社会性も含めて、ね、窒素リン酸カリもそうだし、そういう社会性、人間の関係もあるし、そういうもの全てを含んで、文系も理系も含めての農技編の科学としてやるのが、これが科学的な農法の自然農法、有機農法だと思うんで、世の中のほとんどの9割以上の農家さんがやってる化学肥料とのよく使ってるのは化学農法じゃないのさ、あれは化学農法だと思ってるの。化学農法はむしろこっちだと俺は胸を張って言いたい。化学農法、これが科学だと、あっちは化学だと、化学だけでやってると、こっちは科学すべてを含めてやるんだと、文学とかすべて含んでね、まあちょっとめんどくさい、ちょっと脱線したけども、まあ、そういう意味で俺はね、その始まり、生態系の始まりとして草があって、で心の中の社会性を作って、ゆくゆくは今すぐ取れなくてもいいから、ゆくゆくは作物がねあまり手間かけないで取れるようになったらいいなと思って草を生やしてるので、それをもう今1万人チャンネル登録者さんがねいるから、その分かってくれる人についてお話しして、そこから輪を広がっていけばいいなと思って、分かってくれそうな人にはこういうこの回ねリアルでもね丁寧に説明するんだけどもさ、最近疲れてきたから、あこの人理解はちょっと難しいな、ちょっと思い込みがあるなっていう時は、うん分かった、この時間の時やります、ありがとうございますアドバイスって感じでやってますんで、まああまりねあまりこっちの考えを押し付けても関係良くならなくなっちゃうから、そこはまたそれもまた社会性じゃん、人と人とのつながりで、だからぶつからないように気をつけてやってるけれども、皆さんにはそういうお話をしたくて動画にしました。まあなんか一つ栽培の土作りの参考になったらいいなと思います。とりあえず俺はそういう感じでやってきた。でかぼちゃ結構よくできて、かぼちゃ苦手だったんだけども、その考えでやってきてよく取れてきたから、まあちょっと自信持ってねやっていこうかなって思います。